まよじまで。今はね、メール一つでさよならって。足でないね。ね、ね、手紙とかね。私友達ね、絶対手紙って人いるんですよ。義理の人で。私もちょっと書いてるんですけど、新鮮ですよね、やっぱり。次の曲3ページですよ。17歳南さほりさんの曲なんですよ。そうだ、いい声でしたね。そうです、綺麗な曲ね、そうでしたね。今も綺麗です、ね、17歳です。昭和46年、さっきの曲の、ね、翌年でしたね。17歳です。篠山紀信夫人ですよ。写真があるんだ。そうです。全ての、ね、あの3番までそれで参ります。
しもの。で、学校の時皆様歌われたことがございますか。中学校の方、教科書みたい。では、歌いたいと思います。Thank you.
そうです。まあ、なんかね、カンジャムというあのテレビでやってたんですけど、ね、タンゴなんですよね。あの日本であまりね、タンゴのリズムで流行歌っていうか、流行ってる曲が、これと黒猫のタンゴぐらいなんですね。なんか、そんなことをあの日曜日の、ね、テレビで言ってました。そういえばそうなのかな。私これ何回も練習してないので、皆さん知ってる方は教えてください。ではなんかね、これね、感想ないのでずっと歌い続けますよ。長いですよ。長いです。はい、では歌ってみたいと思います。初めて多分聞くと思います、私も。
Thank you.
初めてですか？本当？初めて？いい曲ですか？中井風船に乗ってね。なんかありますか？なんかある？茨城さんなんかあります？荒川さんなんかあります？いや、シャリコメの歌の横に囚人の歌が知らない。やめましょう。本当？やさ、荒川先生はここに来て歌ってるし。囚人の歌、お囚人さんって。囚人の歌、多分歌ったことない。私の音符見てると歌詞が思いつかなくて。
どうですか？カチューシャさんというのはね、ロシア語でエカテリーナさんの俗称というか、ね、愛称ね、ニックネームですよ。今はね、これロシア民謡となっていますが、イサコフスキーさんという、ね、作詞の方がいて、作曲はブランデルさんという、ちゃんとね、作詞作曲の方がいらっしゃると書いてある。Oh,
ここはちょっと休憩です。